ハロー YouTube、夏助です。動画を見てくださってありがとうございます。さて今回は2023年のベストバイコスメ部門をご紹介していきたいと思います。スキンケア系が5点、メイクアップ系が3点プラスアルファでお届けしていきます。まずは松本清ブランドのクレンジングバームです。無添加処方のクレンジングバームなんですけど、とにかく肌に優しく馴染んでメイクをつるんと落としてくれるところが気に入ってます。しっかりメイクを落としたかったらクレンジングオイルを使った方がいいんですけども、私がねオイルが目に残る感じが苦手でクレンジングオイルまでは使いたくない、でも肌に優しくしっかりとメイクをオフしたいっていう時に、とにかくこの子が優しくてがっつりメイク落としてくれます。今みたいな乾燥時期ってコンシーラーがカピカピに乾いてなかなか落ちづらかったりするじゃないですか。でもそういうメイクオフにも向いていて、バームを顔にのせてくるくると回すと肌の温かさでそれがじんわりオイルに変わってきてしっかりとメイクを落としてくれるんです。突っ張る感じも全然なくって、メイクオフした後肌がもちもちに仕上がっているので、そのあたりも気に入って使ってます。お次はデッドクリアブライト&ピールピーリングジェリーです。私は週に 1,2 回お風呂でピーリング剤を使っていて、古い角質を除去したりターンオーバーの促進につなげたりしてるんですけども、このピーリング剤はですねポロポロ落としても肌が突っ張らなくてしっとり滑らかに仕上がるところがすごくいいんですよ。ピーリングって聞くと肌に刺激がありすぎるっていうイメージもあって、前使ってたやつはまさにそんな感じでポロポロ落ちるけど肌もだいぶ突っ張るっていう仕上がりで、ちょっとそこが肌に影響がありすぎるんじゃないかなって気になってはいたんですが、このピーリングジェリーはですねとにかくしっとり仕上がるので、これからピーリング始めてみようかなっていう方にもおすすめできるような一本になってます。はい、お次はネイチャーリパブリックのビタペア C 集中美容液とメラノ CC 薬用シミ集中対策プレミアム美容液です。私今年の1月から5月ぐらいまでつわりだったんですけれども、その時の食生活が24時間吐き続けて夜チョコレートブラウニーでお口直しをしてそのまま寝るっていう生活をやっていたので、とにかく肌が荒れまくったんですよ。チョコレートブラウニーしか食べてないのでもう毛穴詰まりがひどくって、もう黒ずみは出るわ、その後妊娠の影響でシミは出てくるわ、だいぶお肌ボロボロになっちゃったんですけども、その時にすがったのがこの2つの C の力、この2つをセットで使ってみたらまあ綺麗に毛穴の黒ずみがなくなったんで、これはすごいということでそのまま継続して愛用してます。はい、お次はコスメデコルテリポソーマアドバンスとリペアセラムです。とにかく評価が高くて、もう雑誌を開けばこの子が出てくるし、すっごく気になっていたので買って使ってみました。ただお値段が高いので試しに使ってみるっていうことがなかなか私できなくて、このパープルリボンのセットがすごいお得だったのでその時に思い切って購入して使ってます。使う前までは肌に何かを塗って次の日に効果が出るってそんなことあるって思ってたんですけれども、やっぱり高級なスキンケア用品は違うなって思わされたんですが、もう塗って次の日の朝起きたらその時の自分の状態の中で一番いい肌質まで高めてくれるので、確かにこれは一度使い出すとやめられないスキンケアアイテムだなって思いました。3プッシュでこれぐらいスルーっと伸びます。この美容液がしっかりと顔に張り付いてくれてて、顔を洗うとそれが溶けていく感じがわかるんですよ。なので一晩中この成分が空中に蒸発することなく顔にとどまってしっかりとケアしてくれてたんだなっていうのが実感できます。でそのおかげかわからないんだけれども、朝の洗顔後顔がつるんとしててキメが細やかで化粧のノリがめちゃくちゃいい。ただやっぱりお値段もその分お高いので、まあ、特別の日だったりとかなんか調子が悪いなっていう時にこちらを使用してます。まずはディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラーです。私普段のお化粧は目元にコンシーラーをポポポポポンと塗って、でスポンジに BB クリームを少量取ってそれを薄く伸ばしながらコンシーラーをなじませていくっていうのが私のベースのメイクアップ方法なので、コンシーラーがとにかく重要なんですけれども、このディオールのコンシーラーは肌なじみもいいのにしっかりとシミを隠してくれるので、もう手放せないアイテム
ムになっています。昔から使用していたんですけれども、リニューアルしてより肌なじみが良くなったので、さらに愛着が湧いております。シミが気になるとか、コンシーラーをベースにベースメイクを作っているっていう方でディオール使ったことない方がいたら結構おすすめです。はい、お次はセザンヌのヘアメイクパウダーなじみブラウンです。こちらはですね、フェイス&ヘア用のシェーディングでございます。私このチャンネルでちょこちょこハゲが気になる、ハゲが気になるって言ってるんですけども、本当にここの部分が産後の抜け毛でがっつりハゲてて、それをどうにか隠したいと思っていた時に、さすがセザンヌさん、そのニーズを分かってらっしゃるっていうので、ここに塗る用のシェーディングが出たんです。中にスポンジがついてて、開けると黒髪の人が使いやすいなじみブラウンのパウダーが入ってます。で、実際に使ってみるとこの通りね、全然見た目が違うでしょ。やっぱ髪が薄くなると自信もなくなるし、どんだけ綺麗にメイクしてももう髪がダメだっていうので悲しい気持ちになる。それを救ってくれたこのブラシ、もうずっと使い続けます。なんかシェーディング剤をつければいいんじゃないかっていうのもあるんだけれども、シェーディング剤だとここまでがっつり暗い色っていうのがなかったりとか、このちょっとハゲた部分に使いやすい小さなスポンジっていうのもすごくよくって、こちらは欠かさず毎日愛用しております。メイクアップとはちょっと違うかもしれないんですけども、こちらはディオールアディクトのオーフレッシュ香水になります。はぁ、とにかく癒されるいい香り。これを今年購入するまで、もう私ほんと10年ぐらいこのジルスチュアートの香水を使っていたんですけども、もう36歳だし、この香水はちょっと甘すぎるって思って、お姉さんっぽい香水ないかなーって探したところ、このジルスチュアートの香水から甘さを抜いて大人っぽい垢抜けを実現したのがこちらのディオールの香水っていうので、すごく気に入って使ってます。といっても程よく甘くて爽やかで、万人受けしそうなキラキラとお姉さんっぽい香水になってます。どんなシーンでも使いやすいし、見た目もめっちゃ可愛くって、置いてるだけでテンションが上がるので、この香水は気に入ってます。まあこれは変わり種かな。ネイルズインクのポット型のネイルリムーバーです。ネイルリムーバーってプラスチックの容器の中に液体が入ってて、それをペーパーに取って指に塗布してオフするっていうイメージだと思うんですけれども、これはこのポットの中に指を入れただけでネイルがすぐに落ちるっていう、もう画期的なアイテムなんですよ。もっと早く出会いたかった。キュッ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 こんな感じでものの数秒ですぐ落ちるので、忙しい子育ての合間でもネイルしようかなって気にさせてくれる、すっごいいいアイテムです。で、これ3ヶ月使ってるんですけど今ぐらい落ちるんですよ。使い心地もめちゃくちゃ良くって、アルコールで指が突っ張るような感じが全くなくって、商品名にトリートメントって入るぐらい指触りが滑らかなんよ。すごっ、とにかくすごい。ネイルしてる時のあるあるだと思うんですけども、指1本だけ失敗しちゃった、これだけやり直したいっていう時に、除光液をペーパーに出して拭き取らないといけないってなると、もう他の指もどこか除光液がついちゃって、結局全部最初からみたいな感じになりかねないんですけども、この子はですね、本当にこの指だけを入れればいいので、すごい簡単にやり直しもできるっていうので、そういう点でもすごくいいです。もしネイルしてる方で知らない方がいたら、推しアイテムなんで使ってみてください。駆け足だったんですけれども、2023年マイベストバイ美容部門は以上になります。この動画の後にも2023年のマイベストバイ違う部門で作っていこうと思うんですけども、おそらくこの動画が今年最後になるかなと思ってます。今年1年ありがとうございました。来年も楽しい動画をお届けできたらなと思うので、よければこれからもお付き合いください。動画へのいいね、チャンネル登録もお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。